今回からいただきますか。はい、はい、キャプテンファルコン使いのジョーズと申します。本日の係はベスト16で散りました。小池戦闘力出張版なんですけど、まさかのジョーギブさんがやってくれるということでありがとうございます。ちなみに目標とかって何ストックとかってありますか。今の最高って何でしたっけ。今ね23かな。おじさんのおじさん、じゃあ30でしょ。マジで私復帰組織やべんだよな。そこなんだよな。やべえな。やべえ。これやべえぞ。あ、マジか。これやべえぞ。やばいやばいやばい。マジ？やばい。やばすぎ。やばいな、これマジやべえ。待って、仕上がってる仕上がってる仕上がってる。やべえぞこれ。いや、やべえ。やだ、刺した。めっちゃ速い。ね、やばい、マジやばい。マジか。そうね、そうね。一生懸命やったけど。しっかりと倒していきました。
足の流終わってみれば3-1、いい内容でしたね。1本目取られてから先は3カの練習 で、いやー、そのジャックなキングクルーズのね、悲しい箱は完全のプレー素晴らしいですね。今起こしてはね、誰なんて終わってくれる人は全然取られてましたよね。途中からというと、やっぱり試合の流れを掴んでいたのは、クルーの方で、そこにやっぱり使い込みというか、橋本さんの勝負の一手でなんとかしたっていう感じでしたよね。うわお、今の試合も、ね、最初の優勝で、ラストも、まあ、終わっていたからに、そうですね、勝ったところから、そこに追いついて、わーっと、そうですね、ここで賭けとかでも、何かクラッチのために一周されるっていうような状況があったんですけど、なんとか分かってね。球を使ってしっかりとって、そのお互いの手出し台を超えて、そうですね、シャークレッツ、最後は勝負だったクリスチャーで、アフォーラテンシャーを試合してくれて、面白かったな、面白かったね。ちょっと待って、次の試合はアコーラ選手はこの大会の2大、そうですね、新生というか、アコーラで足を持っています。何してんのバカ。マジやべえ。その2人がいい勝負してくれてね、楽しいですね。ちょっと前はかなりそのシュートも勝手に一緒だったんですけど、何か若手選手も食らいついてきて、なかなかいい試合を見せてくれてるなっていう印象が強いですね。ありがとうございました。
すいません、疲れてるのに。いや、大丈夫です。やばいぞ。序盤のペース、最後最高に速かった。あ、マジか。いや、恐ろしいわ。絶望感、トップ3に入ってるわ。どうかな。いや、めちゃくちゃ強かったです。記録は20ですね。はい。上級さん、本当にありがとうございます。ありがとうございました。トーキー戦闘力出張編、出張版トーキー戦闘力ですか。もう何人目ですか。たくさん4人目、この方にお越しいただきました。自己紹介お願いします。はい、関西でシークを買ってくれシルクと。はい、シルクさんよろしくお願いします。コントローラーがすごいんですよ。 シークのね、マークが入っててめちゃくちゃおしゃれ。ただちょっとシーク僕得意です。得意というか軽いんで、はい、チャンスあるんじゃないかなと思ってます。いやもう本当にそう思います。じゃあもうシルクさんのタイミングでよろしくお願いします。はい、おー見てる。攻撃は100回ぐらい食らうだろうな。しょうがねえだよね、だよね。 OKOKOK、 知ってる知ってる。どうも、ゆうたです。こんにちは。こんにちは。よしよしよし。
よしよしじゃないけどもうこれ以上何もない。最高のロケーション、最高のストーリー、ここまで数々のドラマがございましたが、ちょっといよいよ残り人数も横にいということで、はい、今プレゼントになります。頑張りましょうね。さあ、ということで、はい、ここからは小野さんで、はい、よろしくお願いいたします。最高のロケーションありがとう。大事ですよね。はい、はい、そうです。まだ行きますか？まだ行きますか？始めてる皆さん、まだまだ行きますか？ライブビューイングの皆さん、まだまだ行きますか？すえって。さあ、持続が持続だ。持続が持続。変えまして、ありがとうございます。テンションとともは読んでいく格好で、あれおかしいな、よろしいですか？おかしいってそれは。何やら今回ね、ま、ベース早くなってた、やばいやばい、はい、ございますので、ね、あのあるあるなんだよな、これ今年の俺の癖全部バレって、バレ始める、今年も感じられないうますぎ、今年はこれをおかげすぎな、ぜひ使っていきます。はい、そうね、はい、ああ、はい、使った時点でか、考えを考えると、まさしく夢のようです。あ、やっべ、マジ攻撃当たんね、あ、やばいかも、マジで。そうですね、勝者側が残りましたね、はい、やばい。大丈夫ですか？なんかね、なんかね、こう我々の熱気がすごすぎて、なんとね、施設のためからね、ちょっと大きいかも。ちょっとお前もやられてしまったので、ほどほどにね、盛り上げつつと。うわ、マジか。ですけども、長い長いね、こう、まだあるでしょ。ほら、なんかありそう。ないわ。あ、いや、逆に。目がハッと。あ、そういうようなね、ロケーションで、体感することを、かなり久々の体感関係。軽いから、もう行ってほしかったけどね、本当なら。何にも、ちょっとやめてやめて。はい。ここからはかっこいいから、そうです。ここからあと1分やべ、3分、多分今、プレイヤー準備中がカメラ等々仕込みを立てていただいて、はい、いやー、8から4までもね、ふさわしかったね、ふさわしかった、いや、個人的にどっち行ってる、最後の粘りがすごかった、あれがね、ちょっとなんでそれ落とせんの、知らなかったけど、ちょっと待って、ね、やめてやめて、ちょっと俺何、初めて見ました、白人間みたいな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 、なさそう、どこまで渡る、色ステーキがかっこよかったね、奇跡なサンストック、よっしゃね、サンストック君くらいの話聞かせたからね、やっぱりね、一人スーパーサドンです、すさまじいパーサドンが耐えてましたけど、やばい、はい、はい、ね、まだキッククルール面白かったですね、いやー、そうね、全然上手ですけどね、ね、確かにね、彼は現在的な方にふさわしいのが最初にやるのがありますけど、もそう、この才覚はこんな風に伝わってくるっていう、これはい、はい、じゃあお待ちお願いします、はい、というわけで準備が整いました、はい、今からですね、今からですね、はい、優勝へ向けてまず一歩、アドバンテージを得るための試合、もっ
そうよね。いやー、第7回ラグビー勝者が決勝でーす。やばいかも。強い、マジで強い、やべ、全勝で予選参りましょう。まずはフラットゲーミング、そして沼村中学で箱裏アップね、そしてダメよダメよ、シルフさん、そんなついてきちゃダメ。四国男シープリーズゲーミング足の、やっべえこれ、いや信じなかったら入れそうましたね、全く待って信じない、全然見たことないのブラッドシェル単独にして得意で勝ちました。いやー、ありがとうございます、やば、久々タイムアップ17、いや、いや、マジ強かったです、いや、渋さん本当にありがとうございます、疲れてるのに、何、1年半ぐらいタイムアップ出てない、確かに久しぶり、マジでそれぐらい出てない、はい、本当に17っていう記録も全然上から数えた方が早い、すごかったです、強かったです、あの今後も応援してますんで頑張ってください、お疲れ様でした、ありがとうございます。